2対4第12レースは優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしてきました。3号艇向井城は明らかに不発に終わって、さあ7番1号艇白井、ここは盤石の逃げに持ち込むか、代わりに飛んできたのが5号艇の小月という大波乱。さあ5号艇小月が飛んできてまくりきっています。1号艇白井がまさか飲み込まれた。